頭焼きされてます。しらせくださいって言ってほぼ当日に野焼き臭があって外見てポスト見たら入ってない、戻ってきて呼び鈴のレベルのところに置いてあった日付見たら25日って書いてあるけど昨日の段階で私これ確認できてない。読み上げるとね、明日8月26日水曜、27日木曜日、除草した刈草等を焼却する予定です。マダニが大量に発生しているので焼却し害虫駆除する予定です。焼却時に煙が少しになるよう少量ずつを行いますので時間がかかります。午前あるいは午後に天候を見ながら作業させていただきます。時間がはっきりしてない。これじゃあ結局私はさ害を被ってるしかないんですよ。しょうがないからまだ締め切りにしました。暑いよ、こんな急にじゃ人を呼ぶこともできないじゃない。で明日もやるんでしょう。なんかさ、私はこうお知らせいただいておいて文句言ってるように思われるかもしれませんけど、皆さんあまりにも理解なさすぎるんですよ、この過敏症者に対して。もうなんかもはやこれ宣告ですよね。死刑宣告みたいに感じますよ、むしろ。そういうこと言うと今度政府の方ではなんか妄想癖みたいなこと言われるでしょう。どうにもこうにもならない。煙少量でもさ、野焼きされちゃったら苦しいんだよ。周りの人の理解がなさすぎるんですよ。教
う理由と。でも私ももう体が限界なんです。あなた一人が野焼きしてるだけじゃないんだよ。周りで何軒も物焼きして、何軒も草刈りして、してる。
るタオルソ